皆さんこんにちは、野菜ソムリエパルです。今日はメロンのサイコロカット、そして手が汚れない、食べ方ができる切り方についてご紹介していきたいと思います。今日切っていくメロンはクインシーメロンというメロンで、中身がオレンジ色のメロンになっております。では早速切っていきたいと思います。皆さんちょっとじっくり見てください。メロンのヘタ、ここですね。ここはツルがついていた部分がちょっと細長い形をしてるんですけども、この細長いところを、包丁と平行になるようにこう切り込みを入れていくと良いかと思います。さあ、いざ切ります。そうすると今の言ったように切っていただくと、こう種がこう身の方にグイってならずに綺麗に切れます。で、半分に切って、で今度は種を取り除きます。結構包丁で簡単にふわってやるだけで種きれいに取れるので、ここで思いっきりガサって取ってしまうと、ここの一番種の周りの甘いところまで取れてしまうので、軽く包丁でやってあげるだけでこうやってきれいになります。スプーンでグイッて取っちゃうともう結構取れてしまってもったいないので、ぜひできる方は包丁で取っていただくと良いかなと思います。もこんな感じですね。はい、綺麗に取れました、はい、でここからサイコロカッターはどのようにしていくかというと、まずここで半分切ります。そしたらもうここの段階でオレンジ色とグリーンの皮のところをこのようにしていきます。切っちゃいます。でそれからトントントンと切っていきます。でこういう切り方もあるし、ちょっとこれ切りづらいわっていう時にはもう先にトン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 とやってから、こうやって切り込んでいってもサイコロカットができます。まあ、そちらでもやりやすい方、お好みでやっていただくと良いかなと思います。どちらにしても仕上がりは同じ形になるかなと思います。はい、では食べていきます。贅沢に真ん中からいただきます。かぶりつかないので口の周りが汚れないし、手がベタベタしないので子供に食べさせるのにはぴったりですね。はい、以上今日はメロンのサイコロカットの仕方、手が汚れづらい切り方についてご紹介をしました。私、野菜ソムリエの資格を持っているんですけれども、野菜ソムリエについて知りたい、野菜果物についてもっと知りたいなっていう方は概要欄にリンクを貼っておりますので、ぜひそちらを見てみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。